式場総基地二月九日から二千十六年五月十七日は、日本の実業家、自動車評論家、元レーシングドライバー。千葉県市川市の病院経営者の家に生まれ、精神病理学者の式場隆三郎の位にあたる。成城大学文芸学部在学中より輸入車をドライブし、同郷の後輩であった、浮谷東次郎や、生沢徹、本田博都杉江博義、 福沢幸雄などの日本のモータースポーツ創造機を支えたメイドライバーたちと親交があった。また、アマチュアのジャズマンとして、キャンティやホテルオークラなどに出入りし、ミッキー・カーチスやムッシュ・カマヤツ、酒井正明などの芸能人とも親しかった。ポルシェ904-1961年3月に、成城大学文芸学部を卒業後、出版社に勤務。その傍ら、 1963年の第1回日本グランプリに向けてトヨタとワークスドライバー契約を結び、日本 GP では CV クラスでコロナをドライブして優勝した。第2回日本グランプリでは T6 クラスでクラウンをドライブし、性能に勝るプリンスグロリア勢を相手に3位を獲得した。また GT2 クラスでは個人エントリーし、 ポルシェ904をドライブして優勝した。このレースでは、新型ポルシェの入手経緯や予選クラッシュ後の修復作業を決勝でイクザーのスカイライン GT に先行された一周など、著名なエピソードを残すことになった。その後、ウキアやイクザーはラと欧州を訪問し、イギリスのジムラッセルレーシングスクールに短期入学。1965年の日本 GP に向けて、 ロータスエランを入手したが、大会が中止となり、そのままレーサーを引退した。では、ウキアがエランをドライブして優勝したスギエラと共に、式はエンタープライズを設立。自動車関連のアクセサリーブランドである、レーシングメイトを立ち上げ、ウキアやイクザワのレース活動を、裏方からサポートした。彼らのトレードマークである四葉のクローバーや、バンジャケットとのダブルネームは、 当時の若者の憧れのファッションアイテムとなった。また、自動車雑誌、カーマガジンの責任編集を行った。しかし1960年代以末に、レーシングメイトは倒産、カーマガジンも廃刊となった。その後は、市川市河野台の精神科病院、式場病院の理事長だった父の後を継いで、同病院の経営に関わり、専務理事を経て、理事長を務めるに至った。 レース引退後も自動車愛好家であり、フェラーリやベントレーなどを日常の足として愛用。1990年代にはブガッティのアドバイザーを務めた。ナビやエンジンなどの自動車雑誌にたびたび登場し、ミッテミリアなどのクラシックカーレースにも時々参加していた。晩年も様々な雑誌や妻である台湾の歌手の応用フィフと、様々なイベントに顔を出すなどしていた。 2016年5月17日、肝不全のため都内の病院で死去。77歳だった。精神病理学者の式場龍三郎をお辞に持ち、1978年に台湾の国民的歌手である王洋フィーフと再婚した。義妹の王洋ベベは渋谷区大神山で中華料理店を営む実業家である。ありがとうございます。